so sweet to make my cheeks bow out. Your pretty sugar, yeah, she's your pretty sugar. Your pretty sugar, sweet as she can be.今からこのカフェに行きます。到着、到着しました。いいよ、いい感じよ、素敵ですね。マルゲリータか、え、これサラダにデザートに、はい、ートで、でピザ一つ、うん、で一番のおすすめがこの、一番のおすすめはやっぱこのこれこれこれ、あ、これ、はい、これが蜂蜜のやつですか。そうそうそう、え、食べようやん。それクワトロって言いましてね、はい、4種類のチーズを上で焼いて、ブルーチーズも入ってるんです。二条だ、綺麗ですよね。高見山って有名です。景色見ながらピザ食べれるとか最高ですね。ですなかなかないですよね。グーです。ここは超人気の場所です。すごい。美味しそう。ありがとうございます。ピーマン？子供ピーマン。めっちゃ可愛い。そのまま食べるんですね。すごい、初めてやな。うまですね。雪野菜らしいです。美味しそう。薄い美味しいやん。薄い、薄い美味しいやん。薄いピザって美味しいよね。めっちゃ片言パリパリやね、ほんまに。ここ切りやすいわ。ほんでおっとっとやん、おっとっと。あ、ほんまやなあ、うん、いただきます。はい、でっかー、やば。めっちゃ美味しい。美味しい。久しぶりにピザ食べた。チーズ甘いね、ここ。おいしい。うん。あと生地がめっちゃ美味しい。うん、薄くて食べやすいわ。めちゃくちゃ美味しいね。うん、チーズ甘いし、パリッパリやし。うん。あ、キノコ美味しい。キノコ？うん。キノコじゃない。キノコやろ。あ、そうなん？多分関東弁わからへん。え？関西弁でもキノコちゃん。え、そうなん？キノコって初めて聞いてんけど。キノコ。何がいいってピザも美味しいし、うんうん、景色が最高です。な、ここの席は最高やったね。うん、日光って、うん、本当にピザとかパスタとか食べてるイメージないやん。パスタはたまに食べんのよ。うんうん。でもピザ最近食べれなくて、でもめっちゃ好きやから。あ、好きなんや。へ、うん、こういう休日とか食べるよ、たまに。うんうん、美味しいね。さよもあんまないねんけど、食べてるイメージ。そうやな、私たち和食派やん。そうやねん。あ、いたしました。この美しい。うわ、美味しそう。そしたら次はチーズピザいきます。こんなにチーズに溺れてるピザ初めて食べる。そうやな、うん、いただきます。やばいやばいやばい、ものすごいタレだけど。すごいびっくりした。わあ、美味しそう。どう？美味しい。どういう感じ？一発目に。あ、口になんかチーズ。うせやん。まんま。まんま。チーズ好きな人たまらんね。うん。うん。うん。でもこれもなんか生地が分厚かったら重たいやん。ね。でもこのパリッパリ感、薄いの、うん、だから美味しいね。うまそうだな。うん、オレンジジュースとリンゴジュースでーす。いただきます。みきちゃんはオレンジね。はい、ありがとう。のどかですね。うん、あれやで、前行った山。あれ、うん、あ、そうなんや。あ、行ってないわ、ごめん。あれを見て。この近くの、うんうん、よもぎ餅、うん、に行って広場、広場、うん、そこに行って帰ります。はい、はい、楽しみ。うん、
広場楽しみはどんなんなんやろ。なんかめっちゃ階段があって、うん、なんか長い階段があってめっちゃ綺麗だし、そこからの景色、長い階段とりあえず楽しみにしてます、うん。え、なんかさっき言ってましたけど、なんで急に標準語だ。な、あのちょっとリポーターやってよ。どこに今から行くんですか。なんかこのお店、はい、ヤギのメイちゃんを買われてるみたいで。メイちゃん、あちらがメイちゃんです。え、あメイちゃんいますね。メイさん、ま、名前わかるやん、うん、メイさん、メイさん、すごいもののけ姫感あるな。すごい美しい、かわいい、かわいい、気持ちいい、なんか気持ちいいのって感じじゃない。あーすごい、あなた、あなんか、うん、ヤギのこと初めてかわいいって思ったでもずっとここにおるってことは、いや嫌がってるの、わからへん、そうなん、あやっぱ嫌なんかな。え、すごくない。うん、すごい綺麗ね。また会いに来るな。いやいや、なんか、え、かわいい、なにそれ。ほら、帰らないでって言ってる。ほんまや、そういうことやな、うん、体かゆいだけだ、どうしよう。元気でね。え、どうしたん。あ、そういうこと。みっこさんはあの自然を体で感じるタイプなんで、今絶賛感じ中ですね。どう、体感した、気持ちいい、体が喜んでる。あー、よかった。綺麗やわ。なんかさ、芝生めっちゃ綺麗ない。なあ、なんか寝転んでも全然嫌な、うわっ、かない。なあ、柔らかいし、手入れがされてる。これはイノシシが入らんようにやってるんやね。だから入れます。はい、すごい山道や。ってことはイノシシ出ますね。こんな簡単に怖いこと言うのは。あ、出たで、階段見て、これや、これ登れる、これ登るの こっち無理やんな、そっちかな、こっち無理ちゃう、死ぬかもしれない。ハワイのトレッキングを思い出すね。思い出しますね。かゆいです。どうですか。辛いです。何事も果敢にチャレンジしたいですね。もう多分もうすぐ買うかな。そう信じたい。待って、気軽に公園来たつした。来たつもりやった。ジャングル、ジャングル。Just wandering this, take this freeway until it。なんかおる、なんかおる、え、後ろ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 ってことはイノシシ出ますね。なんかちょっと山登りするつもりが一生つかなくて、ここはどこ、水もない、電波もない、頂上もない、何してんの、汗だけかくちょっと待って、希望に満ち溢れてたあの生き死なんだな、やったな、もう転がってさ、あんなんすか、いかーみたいな、めっちゃでかい、マジ怖いもん、この森嫌やお疲れさん
草松のぜんざいか、うん、美味しそう。なんかお餅とお茶のセット、うん、が有名なの。うん、食べて ありがとうございます。すいません、山登りのご褒美です。はい、おいしい。うわ、おいしい。おいしいな。いただきます。バランス最高ですよ。いただきます。はい、どうぞ。すごい山の香りがね、めっちゃいい匂いする。今日一日なら満喫したね。そういえば満喫して、私が一番思ったこと言っていい？奈良の人優しい。ほんまに思った。ほんまにみんな温かいね。うん、そう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 、すごい。それが今日一番感動した。うん、お土産も買いました。誰か線がギドロエボカマカネダリカコ